この映像は2019年春入学式当日の映像。式典会場へ向かう新入生と父母たちで、大学のキャンパスはにぎわっていた。そして今年2020年春新型コロナウイルスの感染拡大で大学は完全に封鎖された。キャンパスは閑散とし、そこに大学生たちの姿はなかった。2020年春新型コロナウイルスが世界で猛威を振るい、人々の日常は一変した。大学の授業は全てオンラインとなり、私たちは不思議な空間の中に閉じ込められた。初めて体験する真空のような世界で、私たちはもがきながら何を思い、何を考え、そして何を感じているのか。私たちが通う135年近い歴史を持つ大学、戦後入学式が中止になったことは一度もなかった。しかし2020年4月入学式は消えた。その影響を最も被ったのは新入生たちだった。ないです。ないです。たまキャン遠いんで、行きたくないわけではなかったんですけど、なくなってもなんかいいかなみたいな。いや、できてないです。SNS だけですね。つながり作って話してるけど、実際に会わないと結局始まんないし、もうただのネットも手だけですね。友達じゃないです。あんまりないです。入学式がなかったっていうのもまあ一つの大きな要因で、全くその大学生が始まったなっていう実感はないです。最初のガイダンスみたいなのもないので、そこも入学に合わせて買ったので使い方もわからないし、ウイルスソフトの対策のやつを入れるやつがあったんですけど、それがもう全く説明文読んでもできなくて、なんかもっと動画とか作って送ってくれればなとか。やっぱ授業で学ぶ内容っていうのはこれが大学の勉強なのかっていうのは感じましたね。でもそれ以外ではやっぱりずっと家にいるんで、そんなに大学生っていう実感はあんまりないですね。本当に大学生になった認識があんまり、心を切り替えるにはちょっと足りない。大学生って本当感じがしないね。いや本当にそうですよ。その浮浪してる感が。待ちわびていた期待の春。しかし卒業式と送別会、そして入学式と歓迎会、そのすべてが中止となった。別れの言葉も歓迎の言葉も十分に交わせないまま、満開の桜の花はいつの間にか散っていた。気がつけば樹木には緑が生い茂り、夏が近づいていた。オンライン空間に閉じ込められた私たちは、その季節の移ろいを実感することはできなかった。
家族と電話したり、友達とたまに電話するぐらい。私、実家に帰ってたんですけど、ずっと家にいて喧嘩が増えましたね。それでもう全然一切口聞かないで帰ってきました、こっちに。やっぱ友達とも過ごす時間も大事だなと思った。直接会うのと違うっていうのは感じる。家族といてもまた友達と接することができないっていう、また違った孤独感は感じるよね。やっぱそのオンラインでなんか喋ったりすることもあるけど、なんか会って話した方がもっと楽しいだろうし、まだやっぱり会えるとしても怖い。自分がこう行くことで周りからどう思われるんだっていうのがちょっと怖くて、自粛警察とかっていう、まあ今流行り。怯えながら毎日を過ごしてるなっていうのはあるかな。大学から5万円もらえるじゃないですか。なんか5万円もらえるけど、やっぱ授業料半額ぐらいにはしてほしかったなとは思いますね。施設費はちょっとせめて返してほしいなっていう思いは確かにあるかもしれない。やっぱり仕送りも今ないので、どうしてもバイトしなきゃいけなくて、正直怖いですけど、バイトを始めましたね。そうでもしないとやっぱ生活できないんで。一人暮らしの子は大変そうだなと思うけど、正直実家暮らしだから、お金使う場面もなくなってきたから、そんなに金銭面においては困ったことはない、うん、大学からその5万円とは別に10万円を本当に困ってる人に申請したら給付するみたいなやつあったじゃないですか。あの条件に当てはまらないって人もいっぱいいるから、あれはちょっと少ないなって思ったんですけど。学校もそうだし、バイト先もそうだし、なんか対応が遅いし、でその対応するときも急に直前、告知が直前になっちゃうし、もうちょっとなんとかできなかったのかなと思う。前まで外食ばっかだったんですけど、今は頑張って自炊してます。スーパーとか薬局とか行ってもトイレットペーパーが全然売ってなくて、そういうデマに惑わされるのはすごい困ったなって思いました。納豆とか豆腐とか牛乳とかバターとか、どうしても料理で必要不可欠な食材、もう朝一から並ばないと買えないみたいな状態だったから。生理用品もさ、結構買いだめされてて、まあ、足りなかったらどうしようと思って、まあ、緊急事態宣言になって、まあ、ずっと家にほとんどいて、私は人とコミュニケーション取ったり、まあ、動いたりすることでストレス発散してたんだけど、それがちょっとほとんどできなくなっちゃって、しかも先も見えなくて、毎日なんかストレスが溜まってたかな。大学の授業は全部オンラインになった。これは大学の授業なのか、みんなが戸惑った。そして教授たちはもっと戸惑っているように思えた。課題の量がめちゃくちゃ増えたんだよね。さ、画面共有とかで動画をみんなで見るのとかってちゃんと見れる？でもカクカクって出ないし、音とかもすごい途切れる授業とかもあって、そのスライドは見れるのに、音声だけその許可が出されてなくて、音声聞けなくて。逆に、いっぱい配信系じゃなくて、いつまでにいいよみたいなのがあると、溜めすぎちゃって、あとあと自分が困るだけなんだけど。好きな時間に映像とか見直すのできるから、それはいいかなと思った。ただでさえ大教室でさ、こういったなんか受動的な授業なのにさ、さらにさ映像でアップロードされた映像とかももっと受動的になるから集中力続かないし、本来100分の授業なのに普通に2時間とか超えちゃって、授業の配信される動画が普通に時間外に勉強してる。でもめっちゃ短い人もいるよ。ワードでポイって貼って読んどけみたいな人とか、うん、英語の授業が5分でいつも終わっちゃうんですよ。私英語好きで結構勉強したいのに、それがすごい残念だなって思います。先生によるよね。すごいちゃんと丁寧にやってくれる人と結構雑な人と分かれるなって思う。一方的にすごい授業を受けてる、なんか大学生らしい授業じゃないのかな、じゃなくなってるなっていうのすごい感じるかな、うん、先生も大変なんだよね。うん、やっぱ教授ってさ、やっぱ、まあ、高齢の人が多いじゃん。だからこういったオンラインとか、ただでさえ俺たち学生ですら慣れてないのに、先生なんて余計慣れないじゃん。学校がいいかな。ちゃんとあったやった方が
充実してんじゃないかな。やっぱ学校行けないって友達会えないし、それはちょっとなんか嫌だし、孤独に感じるなって思う。うん、小学校とか高校とか再開し始めたところも出てきて、なんか大学生ってすごい置いてけぼりな感じが、授業自体はオンラインでできてるけど、いろんな人とつながりを持つことができる一番いい機会だと思うんだよ。小学生とか中学生をできるだけ早く再開しようって知ったのは、働かないといけない人たちもいっぱいいるし、優先順位的にどうしても優先されるっていうのはそうじゃないといけないかなとは思うんだけど、小学生とか普通に投稿してるのを見ると自分だけ取り残されてる感じは、なんか他のもう社会とか動き出してるけど大学生だけこのなんていうの、家に閉じ込められてるじゃないけど取り残されてるって感は確かにあるかも。2020年5月25日、緊急事態宣言が解除され、世の中はウイルスと共存しながら徐々に経済活動を再開した。小学校、中学校、高校も始まり、飲食店や夜の街もにぎわいを取り戻しつつある。しかし大学だけは未だに封鎖されたままだ。私たちはオンライン空間を今もさまよっている。ドラマとかを見たりとか、自分の作った料理をメモするようになったんだけど、で今日作ったご飯見てほしいんだけど、このあのマグロ漬けアボカド丼です。これえ、おいしそう、美味しそう、すごいじゃん小学校中学校の妹弟に勉強を教えたりだとか一緒に遊んだりとかして読書する時間が増えたかなって、早寝早起き、あえて考え事する、趣味の時間が増えたかな、家の周り散歩するようになった、つながり絆じゃない、つながりっていうのがいかに大事だったか、なんか改めて思い知ったなって感じた。電車乗って大学行って、まあ、友達喋ってバイトしてみたいな普通の日常のありがたみをすごい感じました。その SNS の怖さっていうのを感じて、自分で情報を見極める力っていうのはこれから生きていく上でどんどん大事になっていく感じましたね。学校があることによって生活習慣が成り立っていたので、やっぱり改めて学校という大切さを感じました。たった1個のウイルスなのにここまで影響力があるっていうのを分かったら、今ある生活ってかなりギリギリな感じで成り立ってて、すごい脆いのかなって。忙しい日々の中で家族と触れ合う時間が本当になかった。今まではコロナが終わってももうちょっと家族とのコミュニケーションとか触れ合いを大事にしていきたいな。一人暮らしでも結構家族との時間増えたなって思うところがあって、今まで以上にすごい電話とかするようになったりとか、お母さんが手作りなんか手作りの布マスク送ってくれたんだけど、お母さんに手作りで何かもらうのって多分小学生以来だなと思って、距離が近くなったかなと思う。友達と遊びたいかな、今まで全然会えてなかったからちょっと会いたいのが一番かな。旅行に行きたい、何も家ずっと家にいるしできてないから。温泉に行ってその限界までサウナに浸かりたいです。フェスとかライブとか行くはずだったものに行きたいです。思いっきり青春っぽいことした。コロナで実家に帰れてないので家族に会いたいと思います。思いっきり活動がしたい、家にこもらず。推しに会いたいですね誰未知のウイルスを恐れて大学生たちはオンライン空間の中に逃げ込まなければならなかった。私たちは今もまだそこでもがき続けている。いつこの空間から出られるのか、出ることができたとしても再びこの空間に戻ってくることになるのか、
それはまだ誰にもわからない。またね、バイバイ。じゃあね、また。バイバイ。バイバイ。